はい、稲葉農機のね、100人乗っても大丈夫という、あの有名な CM なんですけども、あれに座ってる人たちっていうのは、各代理店の社長さんなんだそうですね。で、どういう順番で座ってるかっていうと、売り上げがね、いい、お店ほど、稲葉農機の社長さんの近くに座ることができるというですね、そうすることによって競争原理が働いて、売り上げを一生懸命上げてくれるというんですが、結構大変ですね。ノルマとかあるんですかね。ひょっとしてね、こう100人目の人がこう物置に乗るときにね、ひょっとして崩れちゃうかなーなんて思うのと同じですね。どういうことかって、2つの意味で乗るまでドキドキするってね。ねずっちです。今日は浅草に行ってきます。